本当にやっていいよ。はい、練習の時のスパイクですね、こちらですね。まあもうずっと愛用してるっていうか、まあこの靴をずっと30年間愛用してるわけじゃないんですけど、同じタイプのものをずっと使わせてもらってるスパイクですね。これパラメヒコって言いますよね。パラメヒコ、パラメヒコ。これね、確かね85年かなんかに、登場したんですよ、このパラメヒコっていうのは。86年にメキシコワールドカップがあったんで、その前の年にこれが出たんですけれども、これがねかなり履き心地良くて、僕はずっとこれを履いてたんですけれども、ちょうど発売されたと同時に使い始めたんです。だから僕自身が高校を卒業するときにパラメヒコって出てきたんですよね。でその時にユースの候補合宿とかそういうところに呼ばれて、そこで靴をもらえるんですよ、2足ずつぐらい。その時にもらったのがパラメヒコだったんです。そこからずっとパラメヒコでですね、まあユースですけれども、じゃあアジアの戦いをする、世界を戦うっていうところにこう乗り出していく時にちょうど出会ったのがこの靴、この靴が誕生してきて僕の相棒になってくれたっていうのはすごく強く感じますし、やはりこの人と共に歩んできたっていうのも今感じますから、責任を持って戦うんだっていうものを意識させてくれるスパイクなのかもしれないですね、これは、うん、パラメヒコ。僕でも一時期ここの横が伸びやすかったんで、ここのステッチを多くしてくれとかっつっていろいろ変えたこともあります。でこのイボがちょっとあの低いんで、これを赤いイボに変えてもらった時なんですよね。ここねもっとポコンってなってるんですよ、本来のパラメヒコっていうのは。これねよく見るとね削ってあるんですよね、ここのところ。これはね手作業で削るんですよね。削ってました、自分で削ってました、うん、研磨剤みたいな感じでぐるーって回って、なんだろう、ヤスリみたいのがついてて、それでブーンって削れるやつがあるんですよ。これがねもっとポコンってなってるんで、変なキックするとすぐ開いちゃうんです。僕とかすぐ開いちゃうんで、これを削っちゃわないとすぐ壊しちゃうことになるんで、ミスキックしてもここに大きな力がかかんないような工夫はしてますけど、はい、こだわりっていうかね、キックが上手ければ開かないんですよ。キックが下手でガーンって、ね、土蹴っちゃうから、地球を蹴っちゃうからね、地球と喧嘩するんですよ。でもねやっぱ地球と喧嘩したら負けるんだよね、なかなか強い地球は。コアがしっかりしてる、だから僕もコアのトレーニングしなきゃいけないなと。マグマは僕の中にある、そのマグマをコアとしてぐっとね力を込めて、ね、地球に向かっていかなきゃいけないのかなと。何を言ってるのか分かんなくなるんだけどね、途中ね、うん、はい。パラメヒコ、なんだろうな、パラメヒコが好きだからっていうのと、あとパラメヒコって重いからどうのこうのって言われるけれども、じゃあ軽いのを履いたらもう重いのは履けないなっていうのが嫌だな。どんな靴でも対応できるような足で痛いなとは思ったりするよ、うん、ゴール決めた時はパラメヒコの赤いポイントだった、うん、でドーハの時はこのパラメヒコだった、まあ、日韓ワールドカップの時にも 色を変えた、カラーリングが違うパラメヒコだった。本に水色のラインのやつを履いたんだけど、大体だからずっと大事なところではパラメヒコが共にいてくれたから、うん、いいスパイクだよこれは、うん、まあ選手たちはね当然自分たちの精一杯をこのキャンプに投じて、チームのために自分のために頑張ってくれると思いますけれども、それを僕自身もしっかりとサポートしていきたいと思います。僕の中にも情熱がありますから、ね、その情熱を選手にこう傾けていきたい、アピールしていきたい、そう桜島の噴煙のように僕の中からぐわーっとした情熱とパワーを選手に注ぎます。それではマグマは僕の中にある。